く、新マップ追加。また呪ってんな。皆さんおはようございます。ということで今回は、新マップのエアーシップが追加されたのでこのマップでもアモングアスプレデター隊の実力を発揮しちゃいましょう。今んとこ映ってるのコックピットだけなんだが。ということでいつも通り録画ミスをしながら試合開始。ちょっとは改善しろ。例のごとく9人村で黄色紫の2インポスターですね。ちなみに新マップってこともあってキルクールダウンは45秒とちょっと長めに設定されてるぜ。まあキルクールタイム長めなのは新マップで慣れてなくて議論が煮詰まりにくいししょうがないね。あとこの新マップの特徴として、スポーン地点がランダムな3地点から選ぶ形式だから初動必ず一緒にスタートするわけじゃないんだよね。それゆえ他のマップみたいな初動右が何人だからどうとかっていう容疑者の絞り込みができないし、初手キルが割と成立しやすいのかもしれないね。知らんけど成立しやすいなら今の黒さんやっちゃうよ。いや今の状況派ですね。仮に相方さんとキルが被ると初手ダブルキルになって白角が大量に出てしまう可能性もありますし、何よりアーカイブ脇の後続が来ることもあるし、どことで度胸とアリバイがない。てことでキルチャンスを逃しながらリアクターの右側の解除に、どうしてインポスターがサボ解除に向かってクルーが逆走してるんですか。知らないです。てことで橋を下ってリアクター解除に、すでに左側に人がついて直してるっぽいね。とか言ってたら相方さんが緑さんをキルしたっぽいぞ。セルフリポートだな。はい、リアクター解除の左側の前、昇降機の左側のところで緑さんの死体を発見しました。なるほど。ちょっと先にピンクさんに聞いておきたいんですけど、資料室で自分とすれ違った時ってピンクさんはどこから来ました？あ、自分は資料室脇でずっとタスクしてましたね。昇降機の方には立ち寄ってないです。一応黒も資料室脇なの確認してます。なるほど、オッケーです。じゃあ最終位置の確認とかでもしてきますか？アドミン情報とかあります？アドミン情報あります。まずは昇降機のところに3人。その3人は自分と緑さんの死体、そして死体発見者の紫さんですね。そうなりますね。そして次、一番右の貨物室に2人。貨物室の2人はピンク黒ですね。なるほど。あと確か武器庫に2人いたはずです。武器庫のは水色と青色の2人ですね。なるほど。じゃあ最後に浮いてる黄緑さんが金庫室あたりの人ですかね。まあまだ話しきれてないのでわからないんですけど、なんとなく直近のキルっぽいんですよね。なるほど。まあこの情報を見る限りだと、直近キルだとすればかなり容疑者絞れそうですね。もう一回ボタンを押して話し詰めましょう。さてまずいことになっちゃったな。相方さんがキル即レポしたんだけど、直近キルってことがバレちゃうと容疑者として積み切せられそうなのが一人しかいないし、直近キルで容疑者が二人ってのが確定すればまあ十中八クローラー、よくてお土産キル含めて5人一郎になるんだよね。最悪6人に残られるなんてことになるとキルクールタイム的にかなり厳しいから、なんとか容疑者増やしてローラーを止めたいね。じゃあ相方さんとライン繋げて擁護ムーブするのか？いやさすがにそれはまずいでしょ。相方さんが容疑者なのは確定なんだから今できる一番の行動は直近キル以外の可能性を出すことだよね。ただまあ赤色さんの記憶が確かで、直近キルってことが確定するようなことになれば容赦なく相方さんを切り捨てられるように立ち回らないとね。ボタンありがとうございます。じゃあキルの時間を特定したいのでいろいろと情報出してきたいんですけど、まず死体があった昇降機のとこって、初動からずっと誰も通ったりしてないですよね。通ってないんじゃないですかね。リアクターも最後まで治ってなかったですし。ですよね。じゃあ赤色さんがさっき言ってた直近キルだっていうのはどういう理由なんですかね。なんかそういうデータあるんですか？いやそう言われるとちょっと。実は初動から引っかかる部分がいくつかありまして、まず初動、宿舎前通路で緑さんと青さんと一緒にはいて、自分は二人を残してエンジンからコックピットに向かってタスクやったりアドミン見たりしてたんですが、コックピットについてタスク一つ終わらせたところ、なぜかコックピット内に青さんがいたんですよね。あ、それはつまり、初動で青さんがキルしてベントで飛んできたかもっていう話ですかね。自分普通にエンジン通ってコックピットに入ってるんですけどね。まあちょっとタスクの記憶曖昧なんでベントについてはもしかしたら程度なんですけど、結局そこで初動キルできたんじゃないかなっていう話ですね。あとこれもおかしな話なんですけど、自分がエンジンルームに下ってった時にエンジンに黒さんと水色さんがいたように見えたんですよね。ただ水色さんはキッチンで緑さんと一緒にはいたって話ですし、黒さんもアーカイブってことなのでなんか話が噛み合ってなくてよくわからないんですよね。それも含めていろいろ記憶が曖昧な感じなので、もしかしたら直近キル以外のいろんな可能性もあるかもしれません。じゃあ結局のところ、初動キルだったら青色さんがかなり怪しいし、直近だったら紫黄緑のどっちかって感じですかね。まあ水色黒の目撃証言は置いとくとして、この3人について要警戒で多数進めてキル観察しますかね。スキップしましょう。ということでなんとかローラー回避成功。正直かなりヤバかった感あるけど、せっかく相方さんの釣り回避できたし今度はこっちでキル取りたいね。で、キルする対象はまあ当たり前だけどさっきの容疑者以外だとして、容疑者1から遠い水色さんとか、どこともラインの繋がってない赤色さんとか狙えるといいかもね。あとピンクさんと黒さんもボタン使ってないしそういう面では狙い目かもな。確かにボタン消費いい感じだしそこら辺を狙ってみるのもいいかもね。ってことでキルクールタイム開けて人探してるんだけどなんか全然遭遇できないな。青さんと遭遇できたけど容疑者1だからキルするわけにもいかないしな。とか言ってたら相方さんがボタン押したぞ。
ということで今回の会議も死体が上がってなかったのでスキップ。キルクールタイムはリセットされたけどタスク残量もいい感じだし、相方さんの白稼ぎもできたしでいいボタンだったね。コックピットで時間使いながらリアクター解除のため昇降機に、と思ったけどもう解除されちゃってるねこれ。てか右側から赤色さん出荷されてきてないか。うわ、ほんとだ。でもこれかなりチャンスだよね。さっきまでコックピット方面に人いないの確認してるし左側だったら死体発見遅らせられそう。エンジンルームに下ってきてないってことは奥まった部屋のミーティングルームか金庫室に入ったはず。金庫室の扉が閉まってて昇降機は左のまま。ということはミーティングルームにいるな。絶好のキルチャンス、いただきます。さてこの後の動きどうしようかな。左側に人がいないのは確認してるから左側を大移動して右に向かってもいいんだけど、中央で相方さんがキルしてるかもしれないんだよな。じゃあベント使えるしとりあえず金庫室で時間潰して、リアクター鳴らして昇降機近辺に人集めることでミーティングルームに行けた容疑者一の人間を増やしたいね。さすがにそろそろ人と会っとかないとまずくないか。先だからね。寂しいから人に会いたいってわけじゃねえよ。ってことでアリバイ作りに右に人に会いに来たんですけどちょっとヤバいかも。アーカイブカラーをピンク水色着てたしもしかしたらかなりアリバイ成立してるんじゃないかな。しかもピンク3昇降機で左向かったし死体発見されるんじゃないか。まあキルから1分経ってるし死体見つかるのはしゃあない。あとは相方さんのキルとまだ見かけてない黄緑さんのアリバイを祈るかね。うわあマジか。ボタン前で赤色さんの死体見つけましたね。一応自分心電図を20秒とかもうちょっとぐらい前に見たんですけど、その時には赤黒両方とも死んでましたね。心電図から右の方ぐるっと回ってったんですけど死体はなかったはずです。なるほど。じゃあもう一つの黒さんの死体はメインホールとかエレクトリカルとかキッチンとかそっち方面になりますかね。まあわかんないんですけどそこら辺とかだと紫さんか黄緑さんかって感じですかね。どうなんですかね。自分もずっと人と一緒にいたわけじゃないんですけど黄緑さん以外のほぼ全員と昇降機周りで遭遇してるんですよね。黄緑さんって貨物室とかそこら辺にいました。いや自分はそっちの方いなかったんですよね。最後の方エンジンとかそこら辺にいました。なるほど。一応初期ルの容疑者って青紫黄緑ってことじゃないですか。でもまあ青さんは動き的に白っぽいと思うってのが結構共通認識であると思うんですよ。そうですね。青さんの動き結構見てましたけど特に怪しい感じもしなかったのでもうこの際白置きでいいと思いますね。そうですよね。でこの二人ってさっきの会議って2両ずつ入ってたと思うんですけど今日洗ってみませんか。自分はキルクール的に押せるだろうと思ってスキップに入れました。紫は黄緑に入れました。青も同じく黄緑に入れました。じゃあ確か黄緑さんに投票だったのでピンクと水色が紫に入れてるっぽいですね。あそこの容疑者二人が揃って入れてんのか。いやーわかんないっすね。でも正直ピンクさんたちの紫さんが怪しいって考えもわかりますし、黄緑さんのアリバイがなさすぎて怪しいってのもわかるんですよね。でも最初から黄緑さんに2両入れてる紫さんと青さんが2両ってのはまあないと思うので、自分がどっちか選ぶなら黄緑さんに入れるかな。そうなりますかね。まあでももうボタンないですし同僚になって釣れない方が最悪なんで黄緑さんに入れますか。マジっすかそうなっちゃいます。ごめんなさいこれ自分先犯だ。はいということでほぼ勝ち確定です。本来なら停電カチカチ侍で終わらせるところだったんですけど、このマップ配電盤3つある仕様がよくわかってないので適当にリアクターで。まあボタン残ってるのピンクさんだけだしその本人も使ったと思ってるっぽいから大丈夫だろ。まあボタン押せたところで片方しか釣れないし楽勝だね。ってことでキルするためにはしご前で待機してたところ青色さんが出荷されてきました。今回は容疑者1を増やすのと時間稼ぎのためにだいぶ利用させてもらったので感謝しながらラストいただきましょう。やっちゃえ日産。はいということで今回の試合と動画はここまで。正直初手キルでヤバいと思ったけどなんとかなっちゃいましたね。まあ他の人のアリバイとかはかなり運に味方されてた感あったけどな。わかる。特に最初の赤色さんのエンジンに二人いた証言なんだったんだろ。強人だったのかな。強人だったんだろ。なんで黒陣営の味方キルしちゃったんだよ。マジか後で謝っとこ。まあいいや背景うるさいけど今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。